皆さんこんにちは。今日は2024年4月18日放送の魔王の俺がドレーエルフを嫁にしたんだがどうめでればいい？第3話、普段おとなしい子ほど怒ると破壊的に恐ろしいのネットの皆さんの反応をまとめました。この動画が良いと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは早速どんな意見があったのか見ていきましょう。3話の後半良かった。1話2話とそういう感じじゃないアニメだと思っていたんだけど、やっぱり3話まで見るって大事なんだね。ネフィーの過去が少し分かったけど、この時点で結構重い過去持ってるとわかるな。でもそれ聞いてもザニャン様のあの態度、さらに惚れちゃうやつだこれ。今回もまた一段と良かったよね。エルフちゃんが可愛すぎて、知られざる過去、すごい可哀想だったな。魔王、カリ、さんみたいな心優しい人になりたいな。てかいつ魔王になるんだろう。そこも楽しみやな。4話もマジで楽しみです。ネフィーは魔術師討伐に訪れた聖騎士たちに対し、魔法を使って追い返してしまう。魔法はエルフ内で呪われた力とされていた。ネフィーの狂気を感じるお話です。誰しも内面に負の感情を抱えているものですね。3話ギリするつもりで見てたらネフェリアの闇の部分が見れて面白くなってきたな。魔術と魔法は違うのか。視聴継続。魔術と魔法は成り立ちからして違うもの。シャスティルが物分かり、人間だから救いがある。ザガンの言葉でネフィーが自分を許せたし肯定できたんだろうね。ご主人様意地悪ですのくだり一生見れるからずっとやってほしい笑い。ラブコメ最高。金髪エルフの上位互換白髪エルフは死んでも守りたい。プロポーションは申し分なく、スペックもいい。大事にしたいね。あと聖騎士のお姉ちゃんも早いところ仲間にしよう。脚本と絵コンテは良かったけど、ま、あいまいちだったと思いました。3話まで視聴したけど、石川さんが素晴らしく良い。どっかで機会があれば茅野さんと共演してほしいな。ネフィーの耳ピコピコが可愛くてたまらぬ。ざまあみろの言葉選びもニヤッとした。いいぞもっと言ってやれ。3話にして結構重い話で驚いた。似た境遇で育ちながら過去を振り切れていたザガンと振り切ることができていなかったネフィー。ネフィーが過去を打ち明けザガンに受け入れてもらえてよかったし、本当にネフィーを買い取ったのがザガンでよかったよね。2人の未来に幸あれ。今日は挨拶できたじゃないよ。レベルが低い。耳がピョコピョコ、ネフィのサマーミロはなかなか良かった。守られるだけじゃないヒロインは良き。深まっていく二人の関係性、ほんと続きが気になる。そしてエンディング、一生見てられる。お耳ピョコピョコネフィ可愛い。でもってイチャイチャ朝ごはん。ちびっこザガンからの寝顔観察されるおっきいザガン、挨拶できて偉い偉い。ザガンとネフィの関係性が深まっていくのにつれ、過去の重い話がちらほら。まだまだ互いに隠されたものがありそうだ。ネフィーちゃんの耳がピクピク動くのが可愛い。ネフィーの本当の力はこれか。強すぎる。なかなか闇を抱えているな。ザガンは割り切っていたけどネフィーは。でも救われたな。やっぱり似た者同士。魔術は技術、魔法は才能をか。シャスギルも一応助けられた恩は返したいんだな。てか開幕早々イチャイチャするな。やっぱりネフィーがくっそ可愛い。ご主人様はずるいです。がずるい。と思っていたら、こんな辛い過去と闇を抱えていたのか。この先はザガンと2人で優しい時間を過ごしてほしいものだ。ネフィーだけじゃなく、ザガンも救われてるのがいいね。だいぶ早い段階からイチャついてて素晴らしい。喜んでる時に耳が揺れるネフィー可愛い。分かりやすさに愛おしさが込み上げる。互いの生い立ちを話し、互いを知っていく。二人は似ているのかもね。だんだんと素直になれているザガンとネフィーをこれからも見守っていたい。ネフィーちゃん辛い過去を打ち明けて偉い。それを肯定するザガンくんも偉いよ。魔術の説明や魔法との違いがちゃんとある物語だった。良い意味でザガンが聖騎士に傷つけられた際の怒りや、自分を虐げてきた同胞への蔑みや悲しみ、可愛いネフィーだけじゃない側面が見れた了解でした。あまりシリアスになりすぎない方向で、不当な扱いの2人が境界とどう対峙するかを見たい。椅子がないから膝の上座れってイケメンだけに許されたセリフやろ笑い。魔法のせいで同族から淘汰されてきて、
いざ自分たちがピンチに時には助けろって都合が良すぎるは笑い、ざまあみろって思うのが正解。聖教会騎士団のシャスティルさんってば、明らかに2回はザガンに命を救われてるっぽい。もしかするとザガンが語ってた子供の頃、暴漢から助けた女の子ってのも髪の毛の色からしてシャスティルなんじゃねって気がしてきた。だとすると彼女って3回はザガンに救われてることに。面白い。今回はおはよう言えたね。ザガン様、挨拶は大事です。ネフィーの耳が動くのが可愛いですね。魔術理論を聞いた後に魔法発動。今回でネフィーのザガンを思う気持ちは収集を超えてきそう。聖騎士様は悪い人ではなさそう。イチャラブだけではなさそうなのがいいです。ネフィーは自分を自分が許せなくてずっと苦しんでたんですね。すべて受け入れてくれるザガン。お互いの思いを知り、さらに糖度高めな生活が始まりそうな予感。聖剣の乙女が攻めてくるとか、めっちゃくっころ快楽落ち展開率高そうな条件満たしてたのに何もないとかあんまりだ。ただ階層に出てきた目隠れ瑠璃に新たな可能性を感じます。何？迫害を受けて生きてきたザガンとネフィー、境遇が似ているという意味では、二人にしか分かり合えない感情みたいなものがあるのかもしれない。怒ったネフィーはなかなかの迫力だった。シャスギルは一度命を助けられたという事実と、敵として討伐すべきという使命の間で板挟みの気分だろうな。聖剣の乙女さんも城に住もうよ。第2話でやめておこうかと思っていたが、金曜日は見るアニメが少ないからな。月間は多いから困っている。3話見たけど、改めて動いてる彼らが最高すぎてな。今回のは序盤でも感動する場面だったから、ちょっと泣きそうになった。朝からイチャイチャするじゃないの。嬉しいと耳が動くね。ひかわいいぞ。聖騎士の聖剣の乙女シャスティル、恩を返すはずがあることが起きて、ネフィーがブチギレ。いやー、どんどんネフィーの可愛さが増してるぞい。今回語られた2人の過去、結構ハードでしたね。ただのイチャラブコメじゃなかったみたいです。それにしても一ノ瀬さんの演技素晴らしい。ザガンの膝の上に乗せられて恥じらう様子、回想シーンで見せたちょっとダークな部分、どちらもうまかったですね。嬉しいと耳ピクピクのネフィちゃんが可愛いのはもちろん、最近ザガンにも可愛げを感じるようになった。二人の思い生い立ちとネフィちゃんの魔法と号泣、このアニメ何気にシリアス展開の要素も秘めてるのね。教会と魔術師の正義の間で揺れ動くシャスティル、これからどう向き合っていくんだろう。生まれ持った魔法で忌み嫌われたネフィと、生きるために魔術を極めてきたザガン、互いを本気で助け合い境遇を打ち明けて、ようやく心を開けたのかな。ラストからのエンディングに涙してしまった。神回でした。ネフィーが憂鬱の笑みを浮かべた時、あ、この子も人間らしいところがある。復讐心もあって逆に好感持ちました。外道悪役とか好きな私ですから、ネフィーを聖人君子にしない闇の一面があるのは、可愛さと二律背反みたいな設定で面白いですね。膝の上で食事はもうイチャイチャカップルなんよ。ザガンの力は生きるための力。聖騎士ちゃんはまだ自分のが強いと思ってるのかな。もしかしたらネフィーのが強い。危機展開に魔法を発動するエルフ嫁会。境遇だけでなく力を持つことまでも主人公重なる。生き抜くためのよ捨て人気質主人公。その心を溶かすことにすでになっているんだよな。奴隷要素はあくまでも取っかかりだけ。そして恋愛だけは相変わらずからっきしな主人公と見守る彼女にニコニコ笑い。トラウマ持ちを育て直して幸せにするやつ、定番一ノ瀬かな。本作でもついに本領発揮。一ノ瀬かなは荒ぶってこそよ。可愛いとこも可愛い、荒ぶってるとこも可愛い。当然アイドル育成も楽しいけど、育て直しのお話は幸せ感が半端ないから良いわね。思ったより重い話になったけど、奴隷だしこういう流れはしょうがない。前半のイチャイチャ部分はザガンのゴミ障害1話と比べてやっつけになってて寂しい。ネフィーも可愛いけど、重い設定を考慮すると怪獣が早すぎる気が。もっと恋愛もの見たくゆっくりのが良かったけど、バトルとかもあるし難しい。ザガンが雷と共に登場するのかっこよすぎる。今回の話でネフィーの魅力がぐっと高まっててよかったです。3話も食べさせっこしてて、しかも膝の上で、もう可愛すぎる。ザガネフィー、ザガン様の平常心顔とネフィーにキュンキュンしてるギャップが、すっきパンモグモグしてるネフィーも可愛かった。エンディングのブルースター聞くとめちゃかしがしみるね。
エルフヒロインのアニメ今期も良いね。ネフィーの嬉しい時の耳聞く、そして後半過去を吐き出したネフィ、それを受け止めたザガン、ますますイチャコらしそうでよきよき。あとは女騎士様がどう絡んでくるか。魔術と魔法がある、ネフィ強かった、聖騎士ちゃんまた来るかな。しかし老いたちが悲しい。挨拶も思っていることもちゃんと言えるようになって、可愛いな魔王よ。ザガンとネフィ可愛い。しかしバルバロスを欲しています。3はすごい良かった。話は面白い。ざまあみろ、と思うことは悪ではないな。誰もが口に出さない深層心理でありそうだから素直でよろしい笑い。あとザガンに向かってシャスティルの戦士たちがみんなしておーだーっていうの正直ダサい。やられてるからなおさらダサい。ザガンさんとネフィーちゃんのイチャイチャ同居生活だけやっていくのかと思ったら、想像以上にシリアスもやっていくんですね。ネフィーちゃんが秘めていた過去が明かされて、二人の絆が深まるのが良きなのです。お、意外と魔法や魔術の設定がしっかりあるのか。ネフィーもザガンもひどく孤独な老いたちで共通項があるんだな。あとは毎週イチャ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 で可愛いことです。はっは。以上、魔王の俺がドレエルフを嫁にしたんだがどうめでればいい。第3話、普段おとなしい子ほど怒ると破壊的に恐ろしいのネットの皆さんの反応でした。ネフィーさんがブチ切れましたね。何やら魔術とは違う原理で発動する魔法を使うとかなんとか、これはネフィーさんの潜在能力がやばそうですね。切れたネフィーさん怖かったけど、ザガンのために怒ったんだなとちょっとニヤニヤしちゃいますね。その前の朝食のシーンでもザガンの膝に乗って食べさせ合いっこするとか、回が進むごとにニヤニヤが止まりません。このチャンネルではアニメに関するネットの皆さんの反応をまとめて動画にしています。面白かったと思ったらグッドボタンやチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。よかったらコメントもたくさん書いていってくださいね。では今日はこのあたりで、また次回の動画でお会いしましょう。